皆さんこんにちは、くったです。今日は特別なアップルパイをいただくために弘前市のリンゴ公園にやってきました。今ここでは映画糸道で糸がアルバイトをする津軽メイドコーヒー店で提供された幸子の幸せアップルパイを期間限定で食べることができるんです。そして目の前には映画でも登場しました岩木さんがアップルパイをいただきに行きましょう。それではレッツゴー。はい、皆さんこれです。これが映画に出てきたアップルパイ。ちなみに期間限定で2021年7月31日まで。待ってました。これです。これアイスクリームには青森県産のカシスソース、アップルパイは人気の映画と同じ田村ファームさんのです。よだれがもう止まりません。では早速いただきます。アップルパイの生地はサクサクで中身はこんな感じ。それに生クリームをつけるとうまい。皆さんも食べに来てください。期間限定ですのでお忘れなく。あ、アイスクリーム食べるの忘れた。まだもう一個いけるかな。ということで一緒に乗っていたもう一つの方も食べてみます。こちらはアイスクリームの周りにはすりおろしりんごがたっぷり。これもうまかった。アイスクリームにすりおろしりんごが合います。こっちのアップルパイの生地はさっきと比べてしっとりとした感じ、さっくり感はない方ですね。普段ナイフとフォークを使い慣れてないから動きがすごくぎこちない。次はアイスクリームとすりおろしりんごをパイにつけて、あ、これは美味しい。個人的にはこちらの食べ方の方が超おすすめです。最後に残ったのは花の形をしたリンゴ。これもったいないですよね。この形せっかく作ってくれたの。でも美味しそうなんで食べてしまいます。ごちそうさまでした。もうダメだ、そんな時は